今は生きてえわ。うわー、でもランク高っ。私は天空の覇者。しかも高校か。これは最初の手札大事だぞ。これとこれがいらん。あー、まあ悪くないけどな。除去できないんだよな、ベルじゃ。いや、嵐とかは7ターン目とかにね、意味がないよ。うん、7ターン目はまだ待っても意味がない、あまり。スケルトン、スケルトン出してこい、スケルトン。あー、そっちか。間に合うかこれ。間に合うのか。もう顔ばっこりが泣いて。間に合うかこれ。うわうわうわ、やばいやばいやばい、やべえぞ。5分引いた。ちょ、まずこう出して、除去 できるの何体だこれ。まずこうか、3体だな、できたのな。で、ボブリンを排除やな。で、来るよ、ケルベロス。出たー、もうマジ勘弁してくれ、それ。このケルベロス、本当に鬼畜なんだよな。除去できねえんだよ。負けくせ、ゴミマジで。あの守護来てくれ、守護守って、守護欠点。悪くないな。悪くないけど、もう負けてる可能性がある。どうせもう負けなんだろうな、ファントムハウルで。ファントムハウル出された瞬間に俺もう消すからね。まあ終了。マジゴミだわこのゲーム。つまんねえなお前。同じことしかしねえじゃん、ネグロ、アグロネグロはよ。クソがよ。同じことしかできねえもん、あいつら戦ってつまんねえんだよ。うん、つまらんつまらん。つまんねえんだよな。いや、ロイヤー
アルは戦っててまだね、その盤面の取り合いの楽しさがあるからまだ許せる。ネクロマンサーはもうみんなやること同じ、うん、もう考えるっすよねえじゃん。顔な、とりあえず顔目がけて殴ってダメだったら降参するだけの作業じゃん。面白くねえんだってマジで。ああ、マジでやつまんねえぞ本当に。わ、クソネクロ使いども、おい、いや、ネクロド、いや違う、ロイヤルはまださ、盤面の取るっていうさ、楽しみがあるじゃん。うん。あいつらもう何も考えずに顔殴るだけ殴、顔目がけて殴ってって、で、ダメだったらもう降参するだけの作業じゃん。面白くねえんだよ、マジで。うん。うわ、相手どうせサタンでしょ？おい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 ！おいおいおい、もうなんで高校にさ、遅れを取ってんじゃねえよ。負けんぞ、マジでこれ。もうダメだ。リヴァイアさんとかも確実にサタンじゃん、こいつ。サタン確定じゃん、相手。どうすりゃいいんだよこれ。一息で吹き飛ばしてやる。私をこの程度で侮るなよ。怪人とかせ。あいや、ちょっとこ。ごめん、少し休むね。いや、リヴァイアさん出てきた時点で、確定するって意味。サタンドラゴンが。サタンドラゴン以外いねえじゃん。リヴァイアさんとかさ。灼熱重き入るでしょ、サタンドラゴンに。てか、そのとおりリヴァイアさんの時点で、アイボリーとかの時点でもサタン以外ありえないから。一息で吹き飛ばせ。アイボリーは入れてない。1コスはもうブレイジングブレスだけですね、僕のデッキは。このたぎる力を、うわぁ、もう降参でもいいな、これ私がレッシュ負けるだと。もはや降参でもいいね、引きが弱すぎ俺。気が弱すぎるわ俺。ああ。かつて私は我は去年。気が弱えやつだな。何やってもダメだ。でサタン出てきて終わりでしょ。え？全てを終わらせようか。ジョン・コバン、え、勝てるこれ。天地を凝らす我もまた現象に帰る。頼む、勝たせてくれ、本当に頼む。オーブドラゴンとかマジか。オーブドラゴンとかマジで言ってる、お前初めて出された、俺今。
新海誠来た。おお、しかも1枚しか入ってないあのカード俺。うん、よしよしよし、頼むぞ。いいねいいね。これウルズ出した方がいいっすかね。ウルズ出す、みんなだったらウルズ出す、これウルズ出すの、これ出さないでしょ。もう出すけど、私は死を守るの。うわあ、出た。え、あ、しまった。しまった、そうか、シュウオが。そうだな、もうなんだ、カードめくるだけのゲームじゃん結局なあ。かっこ悪いわ。いや俺ロイジ使おう、ドラゴンダメだ。うん、いや別にウルズの一手はさ結果的にあれ変わんなかったじゃん。うん、いや結果的にはね変わんなかったでしょあれは。だってドミチ向こう殴ってきたわけじゃん、リバイアさんで。だってドミチグリームリーパー熟してきて、で結局ブレスとさフォルテでしか除去できなかったじゃん。うん、あそっか、あそっか、そうだ、残ったのかブレスが。あ、ブレス残ってたのか、そっか。いやでもどのみち無理だったんじゃない。どのみち無理でしょ。うん、どのみち負けてたと思うで俺は。なんやこの手札。よし完璧、もう迅速に行く。 ロイヤルガイジの極みを見せてやる。来た来た、もう完璧で、ロイヤル手札でしょこれ。完全なロイヤルガイジでしょこれ、この手札。完全なロイヤルガイジを決めてやるぜ。5ターンで決める。この契約来い。執行の契約来い。執行の契約。そっちか。ここはまあどの道わがままプリンスでいいや。横に広げた方がやつとしては厄介。
剣毒の召喚。黙示録とかあるんですかね、相手。黙示録ある相手、まあ、あったところでって感じだな。これで黙示録使えんだろ相手。裁きを下す。で4になって。慈悲も容赦も持ち合わせておらん。早さがたんねえか。でディアボリック来たら嫌だ。あ、オッケーない。いや、復讐を恐れていたらね、結局負けるから、ロイヤルは。バンプには後半戦絶対勝てないから。申し訳ありません。よし、勝ち。ね。これ以外の勝ち筋はないんですよ。ロイヤルに。これでいい。ただまっすぐに行っちゃった。強いね。母校の部屋より配信特化してんじゃん、その部屋。いや、いいでしょ、この家ね。全然さ、もうここで全然暮らせるんだよ。むしろここで暮らしたいよ、俺。うん。ね、ベッドも広いしね。まあ、家っていうかホテルだけど。これが島根ですよ、島根。ビショップみたいに、じゃあビショップ使いますか、じゃあ。そろそろもうウェブカメいらないよね。決してなんか自分の顔を映すのにさ、なんか手が疲れてきた。顔もいらんだろう。でもこういういろんなクラスをさ、惜しみなくさ、ランクマッチで使えるのはいいよね、俺。